ウツボカズラ属は、葉先から伸びたツルの先の補充袋をつける、食中植物。単独で、ウツボカズラ科を構成する。単に、ウツボカズラというと、そのうちの一種である、ネペンテスラフルズアナの標準和名だが、むしろこの属の植物の総称として使われることが、多い。野生で約70種が知られており、園芸品種も多く作り出されている。葉が、ツ型に変形し、 虫を捕らえる。普通はる植物で、他の植物に寄りかかって高くまで登る。一部に高く伸びない総本的なものもある。根は貧弱で、あまり発達しない。時に根元からも新芽を出す。葉は楕円型で、平行脈になっている。傭兵は、ヒレがあって、規部は茎を抱くものが多い。葉の先端は細長く伸びて、その先端に、 壺状の補充器をつけるこの細長く伸びた部分は巻き髭の役割も兼ねていて途中の部分が他の植物に巻きついたりもする。和名はこの袋を矢を入れる容器である湯気に見立てたものである。英名はトロピカルピッチャープラントである。花はよく伸びた鶴の先端に水上に長く伸びた相乗果女として生じる。ただし一部に塩水果女を持つ例がある。 私有一種で、雄花と雌花は別の株につく。いずれの花も小さく地味で、目立つものではない。花びらは四枚、成熟すると反り返る。雄花はその中央に多数の雄しべが集まって、雌花では雌しべがいずれも花の中央から前に突き出す。種子は、ごく小さい。発芽すると小さな双葉を出すが、その次に出る本葉はごく小さな補充器のみからなり、 葉が出るたびに、次第に大きい補充器と葉をつけるようになる。ウツボカズラの補充器ウツボカズラの補充器は、壺のような形で、いわゆる落とし穴式で虫を捕らえるようになっている。その形は種類によって様々である。補充器は、袋の形で、鶴はその底面につながっている。上面には、口があり、その上に蓋がついている。蓋は口を軽く覆うようになっており、 背面側で袋の口に接続する。この蓋は袋の中に雨水などが入りにくくする役割を持っているもので虫が入ると閉じるなどといったことはしない。しかしこの蓋の裏側の表面は虫は歩けるが適度に滑るようになっており、雨天時に避難してきた虫がこの蓋の裏にいるというてきがこの蓋に当たった時に袋の中に落とす罠となっていることが最近分かっている。 袋の外側の腹側、蓋のついた側の反対側には2列のヒレがついていることが多い。このヒレの間が葉の表側である。口の周囲は反り返り、ツルツルになって虫が滑り落ちやすくなっている。種によっては内側に下向きの返し差しが並ぶものもある。袋の中には底の方3割くらい透明な液体が入っている。 この液体はほとんど水であるが、消化液が含まれていて、ここに落ち込んだ昆虫は、次第に消化され、袋の内側から吸収される。中にある水のようなものは虫を誘う蜜のようなもので、ある。また、虫を誘うために、蓋の裏側などに蜜線を持つものもある。補虫器は、最初は、葉の先端のツルの先の膨らみとして生じる。膨らみは、次第に大きくなり、 それにつれて、基部で曲がって口を上に向け、袋の形になる。この時点では、袋の口には、蓋が密着しており、閉じているが、液は溜まっており、やがて蓋が外れ、口の周囲が反り返って、補充器が完成する。袋の形は、楕円形、氷炭型、ラッパ状のものなど、種によって様々で、色も緑のものから、黄色味を帯びるもの、赤っぽくなるもの、表面に、 マダラ模様があるものなど様々である。袋の口の部分が特に着色するものもある。また、種によっては、鶴の低い位置から出るときと高い位置から出るときで、袋の形が変わるものがある。地面近くの歯から生じる袋は、底が広い形で、高く伸びてから作る袋は、底が狭く、上が広がった形になるものが多い。特に有名なのは、N アンプレリアで、 茎の上の方につく袋は、下がすぼまったラッパ型だが、下につくものは、ほとんど休憩といってよいほどに丸く、しかも、用心がほとんどなくなって、ただ茎から鶴が伸びてその先に袋をつけるような姿になる。茎の基部近くから芽が出た場合、多数の葉が集中して出て、そのような袋を茎の根本周辺の地表に並べるので、茎の根元は壺だらけになる。 このような地表に乗っかって作られる袋のことをグラウンドピッチャーという。なお、ウツブカズラの補充器は実は葉の本体であり、実際の葉の本体に見えるのは傭兵が広がって葉のようになったものだと言われる。葉脈が平行脈なのもそのためである。このようなものを似せばという。補充器に関わる生物昆虫が主として袋に落ち込む。 空を飛んでくる虫が死体であるが、地表性のものも入る場合がある。カタツムリなどが入る場合があり、変わったところでは、カエルが見つかった例もある。袋の中の液体は、消化液であるが、後に次第にその能力を減じ、袋の中での分解は、細菌類等が行うようである。また、この袋が虫を集めるのを利用しようとする虫もある。蚊の仲間に、幼虫が、 ウツボカズラの袋の中の液体に生息する種がある。また、袋の口に潜んで虫を捕らえるカニグモかのクモが知られている。スパイの一種であるヤマツパイとゲッシュモ目ネズミカクマネズミ属に属するタカネクマネズミがネペンテスラジャの袋の蓋から分泌される液体を舐め、袋に落とされた排泄物を栄養にする様子が観察された。液体は食物である果物に似た。 芳香物質を含むが、この液体が栄養源として、他の食物より優れているのかは、さらなる研究が必要であり、また、哺乳類は、袋の犠牲者となることもあるため、この関係が、愛理強制と言えるのかどうかは未だ不明である。なお、哺乳類による袋への排泄は、ヒナコウモリ科の一種でも観察されている。このコウモリは、ウツボカズラを昼間の泊まり木として利用する。 スパイによる排泄は2種のウツボカズラでも確認されている。今回の発見は1種のウツボカズラが中高生と夜行性の2種の哺乳類と関係を持っているという点で画期的なものである。マレーシア、ボルネオ島のウツボカズラ東南アジアが分布の中心である。東北側は香港からフィリピン、タイを経てミャンマー、スリランカからセイシェル、 そして飛び離れて、マダガスカルに2種がある。南は、オーストラリアのヨーク半島まで分布がある。この奇妙な分布は、古くから注目を集め、ネペンテス型分布などと呼ばれる。しかし、インドネシア、マレーシアに種類が多く、最も集中しているのは、ボルネオ島で、キナバル山などを中心に、多くの種が生育する。低地から3000メートルくらいの高地にまで、 生育地があり、特に高地には特殊なもの、変わった姿のものが知られている。やや湿った場所に生育するものが多く、森林内や湿気の多い斜面などにある。湿地性の種もある。また、消えりうつぼのような着性の種も知られる。最大の利用は観賞用である。その奇妙な姿が人目を引くため、観葉植物として栽培される。人工交配も行われ、 多くの交配品種が作られている。普通は水苔を用いて鉢植えされ、温室などで栽培される。乾燥した状態では成長しても葉先に補充器が形成されないことがよくあるので、空中湿度を高く保つ必要がある。日本では冬越しは室内でなければならないが、普通の室内では何とか越冬させるだけというところである。できれば温室栽培が望ましい。 低地に算する種は高温多湿の条件を維持してやれば、良いが、木なわる山などの高地に算する種は、意外に高温に弱く、しかも多湿を好む。日本の夏には温度を下げつつ、湿度を上げねばならないので、栽培は難しい。冷房施設とともに自動切り発生装置などが必要である。逆に冬の寒さに強く、地域によっては無加温で冬越しすることも可能である。 数多くの交配種が作られており、暑さ寒さに強く丈夫な品種も多いため育てやすい。繁殖は、挿し木か取り木で行う。普通は、背が高くなると、あまり補充器がつきにくくなるので、途中で切り取る。その方が、枝も増えて、見栄えが良くなる。私有一種であるので、種子を作らせるのが難しいが、種子からの栽培も行われる。ウツボカアズラも、 乱獲のために希少種になってしまったものがあり、現在では野生株の持ち出しはワシントン条約で規制されている。現地では単なる鶴としてロープ代わりに使われるという。なお、袋が開く前には中の液体を引用にすることができる。ヘッケルの自然の芸術学的形態にあるウツボカズラの図、ウツボカズラは約70種以上があり、 現在も新種が発見されている。また、自然雑種も知られている。人工交配による園芸品種も数多い。ここには日本でよく知られた種のみを挙げる。それ以外は、ウツボカズラ族の種一覧及びウツボカズラ族の一覧、地域別を参照のこと。ウィズ・エ A フリックオブザリッエ A ノベルトラッピングメカインネペンテスグリシリス、ピッチャープランツコノミズは、 引用に適するが、蓋が開くまでのことである。蓋が開いて、補充器として完成して、以後は捕らえられた虫の死骸が浮き、引用に適さない。h t t p n e w s m o n g a b a y c o m 2 0 1 1 1 1 0 8 u c c f e s s e n d o n p i t c h チャープランツ h t m l 鳥山金也。私たちの挑戦。 ミトコンドリアとカレーうどん。東北大学。2020年5月28日閲覧。ホットスポット最後の楽園2015年2月15日。放送分。ありがとうございます。